はい、どうもおはようございます。ミケです。前回の最後のテンションは一体何だったんでしょうか。意味のわからんテンションなんで自分で動画を見返して気持ち悪いなって思いました。はい、それではね、早速進めていくんですが、その前にですね、これね、教会なんですけど、スキルリセットがありました。はい。で、やりました、スキルリセット。こういうことですね。スキルリセットするのはですね、リセットするスキルは1ポイントごとに20ゴールド。すんごい簡単にセットできるから、やりました。はい。でね、この通り、スキル見れないんですけど、振り替えまして、はい、片手剣スキルを全部切りました。そうですね。でもうちょっとでギガブレード、全身全霊切り、これ超強そう。でもギガブレードもめっちゃ強そう。はい、こういうスキル構成にして常時力25とか、ここら辺取らないでもしかしたらこっちに回してもよかったかもね。でなんかまとめて振り分けみたいな、こうやってほら欲しいのにチェックをつけてまとめて取るってのができるようになったんで、今回からねちょこちょこスキルを変えていこうかななんて思います。で強い片手が手に入ったら、片手剣の方に切り替えていくみたいな、そういうね、感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあ砦の外に出てね、グレイグに加勢しに行きましょう。じゃあ行くぜ。いいのか、俺の渾身斬りが炸裂するぜ。ここは変わらず、どこにいるの？外向かったけど、ああムービー入りそうだね、なんかね途中で。あ、最後の砦ってあれか、この先にもう一個関門があるのか。そっか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 、ここの先にいるんだね。あー、いるいる人。割らねば。超万能薬。賢者の聖水。ナイスでーす。みんな、決死の覚悟だな。よし、いり噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人で砦にたどり着いたんだって。やるじゃねえか。腕っぷしは確か運もあるか。うん、あんた見どころある人だ。ちょっと俺についてきてくれよ。どういうこと？俺勇者ぞ、我勇者ぞ。我勇者ぞ。まだ16歳の少年だからな。ん？タクシュータクシュー。あ、なんか言おうとしたのに。かっこよ。お、剣を捧げる。楽勝だろ。楽勝じゃねえわ。骸骨剣士いるわ。騎兵隊なのにそんな距離感でいいのかな。突っ込まなくていいの。先制攻撃しないとダメじゃね、騎兵隊って。ホワイトキングがすごい走ってる。おお、これは間違いなく英雄ですわ。先陣を切る歩兵隊。おお、かっこいい。ちゃんと体験仕様になってるね。片手剣仕様も見たいわ。英雄すぎるこいつ。かっけ。どうすればいいの？マジか。何言ってんの？なめんなよ。なめんなよ。てめえ誰に向かって弱いとか言ってんじゃい。一撃粉砕じゃ。うん、聞かぬな。どうすればいいの俺これ。お、お礼くれる。魔法の聖水ありがとう。
ポンコツ。これ片っ端が倒せばいいのかな。そんなたやすいご用ならいくらでもやったろで。ゴンシングリゴンシングリじゃーい。強すぎるんだな。どうしようかな。これカット挟んでいこうかな。なんかくれる。いやまずここ作ってやんなきゃ。ほらみんな不意打ちできるね。これてかやばくね。あいつイビルビースト今日やばくね。だが負けんのよな。ナイスガードカウンター出ました。強くてかかっこよ。これ地道にちょっと全員削っていきますね。どういうカットになるか分かりませんが。足元が弱いんだ。お、そんなところで何してるんだい。助けてやるよ。降りとこ引き物戦えないのかなこれ。ぶち当たれば戦えそうだよな。おら戦えねえや。じゃあしょうがねえな。じゃあこのスカルゴンラッシュを。俺もまた英雄なのさ。強すぎるんだな。強ーマジで。はい、じゃあもうサクサクいくよ。トリラクソありがとう。サラサラ神の兄ちゃんやっぱサラサラなんだこれね。あ、じゃあ新モンスター以外はカットします。問題はこれカット入れるって前提だから動画時間が分かんないからな。ちょっとじゃあ道具一個使っとくか。魔法の聖水を使います。これ一応ね律儀に全員倒していきます。ほら、はいどうも。さあこいつだけ気になるな。戦いたいなこいつだと。これ戦えねえな。なぜそんな不利な立場で戦っているんだね。さあグレイグ加勢するよ。すげえな馬がやられるんだこれ。後ろ。おお。ぐわかっこよ。気を抜くな。良き死になってくるんですよ。かっけえ。これ主人公だろもうこいつ。オッケー。あいつが司令官だ。おー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 。なんか来た。あーこいつあれだ。デュラハーンだろ。そうだったわ。その打拳その強さ貴様がグレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。バカ正直で間抜けな面よ。グハハハ。お前面ねえじゃん。すげえプルプルしてるあいつキモ。あそれかそこで喋るんだ。貴様を喋る褒美はたんまりだ。魔軍司令殿は気前がいいぞ。グハハハハ。ハグロ塗ってるねあの盾。何をポケットしている。気持ち悪いなこいつ。
クレイグを殺せ。いや、負ける要素がゾンビ師団長たち。いや、負ける要素がないが、クレイグ強っ。うわ、結構強いな。でもうわ、鬱陶しい。あ、よかった。あ、でもまあその程度か。アイオツ強いな。カウンターバギマが一番うざいかな、こんなからだと。そうだな、バギマが一番うざいな。オッケー。うわ、あー、鬱陶しい。ナイスです。あー、取らねえか。ブレードカードの確率どれくらいなんだろうな。ナイス。じゃあデホイムを。スクルド、ナイスですね。優秀だな。うわ、だる。ナイスナイスナイス、受けないね。じゃあ渾身斬りを連打させてもらいますか。それ騎士団長にも当たらないそれ。あ、師団長か。あ、結構強い。仁王立ち、すげえかっこいいポーズ。わーい、ありがとう。お前 HP 無限だろそれ。じゃあ渾身斬りをスカルゴン。楽勝ですなこれ。じゃあナイス。作るとちょっとブレードガードはねしておきたい、かっこいいから。あとしねえか。ナイス。あとは一瞬であろうな。あ、これはガードしてくんねえのかな。仁王立ちすげえな。バトルマスターは、はい、いいよ。うわ、危な。体力無限かよ。そしてゾーン渾身斬り、お疲れ。負ける要素ねえわ、グレイグ強すぎて。ぐわー、引け引け、対局の者とも引け。わあ、ゾンビなのに死とか怖いんだな、骸骨なのにね。なんか喉に絡んだ。失礼。なんでチラッて見たんだろう。まあ思うところがあるのかな。さあ俺はどうすればいいんだ。わかった、ダメかね君たち。臭い汁。まあ疲れるだろうな、大変だよ。ルーラーいけない？いけるか。あー消えてる、きつい。じゃあルーラーで行ってみようか。あ、すいません、怒られちゃったわ。さあどうなっていくんでしょう。まあでも最初にマルティナが来てほしい。そのまま2人でクリアするから。
おっす、姉ちゃん。ありがとう。まあ、割と楽勝だったよ。喜んでる。英雄の帰還だぞ。いいえ、どういたしまして。そうだろうな。まあ普通の人たちは怖いよな。ポンコツ。お、ありがとう。分かった。じゃあちょっと今日は寄って終わりな感じですかね、これ。ちょっと今日ぶっ続けてやってるんでね、かなり疲れちゃいましたね。よくないですね。やっぱ元気な時にゲームはやるべきですね。勝利報告しに来たぞ。この度の働き見事であったグレイグ、そしてミケよ。別にお前の配下になった覚えないんだけど。はい、わかった。お言葉ですが、王よ。ほう、あそこね。わかった、やったぜ。これ最後のかけたりしない？うわ、魔物の餌場って言い方怖いね。はあ、常闇を生む魔物、ホメロスだろ。王に歯向かってる。いいね。そうだよ。てか植物が枯れるからどのみち死の大陸になるし。俺いい笑顔。かっけえ。王様にそこまで言わしたんだからな、やんなきゃな。ただミケはひざまずかない。それは正しい判断。お、いいね。ティルティルテッドゥーン。まだ続く？お、終わりですね。今日は。オッケー。もう一回見たいこれ。くそー、マルティナに入れていた俺の心がまた戻ってくる。未亡人。わかりました。では次回、王のテントに一回寄ってからナブガナミツリを抜けて行くぜ。お疲れ。